MBTI は何ですかっていう、お仕事は何されてるんですか、セクシャリティはっていうのと、はい、あと恋愛対象は性別は何ですかみたいな、はみたいな、知らないみたいな感じで、なんかもうぶっちぎれてたんで、うん、謝ってって言って無理みたいな。こんにちは、ポッチです。ミチコです。イエーイ、ハッピーライフチャンネルです。お久しぶりです。今日はですね、はい、久しぶりに質問コーナーやっていきたいと思います。インスタグラムで募集したんですけど、はい、ありがとうございます。で、質問の内容はね、あの、すいません、ね、項目ごとに分けて、はい、ちょっと前編後編でお送りしようかなと思ってて、今日は私たちのことをね、最近見始めてくれてた方だったり、最近知ってくれた方っていうのも結構いるみたいで、なんかこう、どういう人たちですかみたいな、そういう感じの質問も多かったので、今日はお答えしようかなと思って、で、次回は、あの、ラブラブ系の、お互いの好きなところはとか、結構ラブラブ系の質問もね、あの、かなり来てたので、それを次回は答えようかなと思って、今日はね、改めまして、はい、私たちのことをまた、あの、自己紹介というか、はい、そんな感じの質問コーナーになります。前から知ってくれてた方も、ちょっと更新されてるかもしれないし、はい、ね、あの、最近知った方は、これで知ってくれたらなって思います。はい、お世話になります。はい。お名前は？はい、みちこです。ポッチです。あだ名です。本名ではないです。本名ではないです。ポッチはもちろんだけど、みちこも、ポッチ本名じゃないの？でも私ポッチって呼んだことしかないんだけど、私が本名じゃないのはそりゃそうじゃん。僕は本名じゃないの、意外だった。で、なんて呼び合ってますかっていうご質問も来てて、ほうですね、みーですね、ほとみーです。これはね、質問が来てたとかではないんですけど、あの、同性のカップル、女の人同士のカップルですっていうのを最初に伝えとかないと、はい、確かに、なんぞやこの友達かなみたいな、カップルです、ね、はい。出会いはいつですか、どこで出会いましたかっていうのが来てたんですけど、私が今年齢も来てた、来てないなら言わなくてもいいと思う。年齢も来てましたよ。年齢も来てて、来てたんだ。私が、だからね、30歳で、はい、私が32歳です、今年、はい。で、2人とも5月生まれで、5月23日と5月26日生まれたんですけど、はい、年の差は2歳です。まあ、そうだよね、30歳、うん、そりゃそう、その時点で知ってたの。私が大学卒業して社会人に なる、その新卒1年目の時に就職した先にいたっていうことなので、まあそう、ね、22歳の時に出会った。24だね、すぐ5になるんだよ。の時に職場で出会って、はい、で、ね、こう愛を育み付き合いをしたっていう感じで、なんか馴れ初めについての動画とかは詳しくはまたなんかこう長ったらしいところが出てるので、もし知りたい方はそちらを見てみて。でも改めてね、また撮るのもね、ちょくちょくあるんで、やっぱり、うんうん、今の気持ちちょくちょくやっぱりこう話していくことでこちらも楽しいっていうのは正直あるから、ね、付き合ってどれぐらいですかっていうのが、ね、だから出会って3ヶ月で付き合い始めてるから、25だったってことじゃないですか。8年目だ、8年目じゃん、7年経って7年と3ヶ月3ヶ月です。いい、別に3ヶ月とかも言う人いないから。 MBTI は何ですかっていう質問結構来てたんですけど、はいはい、最近流行ってますよね。まだ流行ってる、流行ってるよ、まだ結構、なんだろう、結構前かと思って、なんか自分の紹介するときに MBTI 何々ですみたいなの、私たち最初にさ言ってるとき2年前だもんね。ね、未だに流行ってるの、ずっとだじゃん。血液型みたいなもんだ。そうだね、 AB 型です。あ、O 型で、私が ISFJ 擁護者っていうやつで、はいはい、性格が温厚
向で思いやりのある楽観主義者、気配り上手で優しい心の持ち主、嫌なことを断れない性格、自分に厳しく他人に優しい、周りからの信頼が厚い、恋愛では騙されやすい節があるっていう、そういうなんかいいことすごい書いてもらう。いいことかね。あ、違う、恋愛について騙されやすいの。あ、それは良くないね。で、みちが、私もある、ES、 言うよ自分で、うん、さすがに。あ、 ESFP だ。そうだよ、エンターテイナーですね。私ザっていう感じにする、見るからにって感じにする、楽しいこと大好き、リア充自由人。あ、めもうじゃん、マジでそう、マジです。とにかく今は楽しく生きたい、人を楽しませることが好き、社交性が高く人付き合いもいい、嫌なことからは極力逃げたい、興味ないことはとことん興味ない。はい、私でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。みちはね、もうそれ以外の性格はないですね。これめっちゃ多かったんですけど、肌の秘訣はとか、最近のスキンケア教えてくださいとか、ベースメイク教えてくださいとか、肌についてのあのご質問が、これね、一番多かったんじゃないかな。これ自己紹介ではないんだもんね。うん、だけじゃないですもんね。そう。多かったですけど、いかがですか？私じゃないと思いますよ。どちらかと言ったら確実に性はあるから、ボじゃない答えた方がいい。いや、見の方が綺麗だから。やめてそれ、いつもそれ言ってて恥かいてんのこっちだから。え、マジで本当にあの美肌の秘訣とかっていうのはそんなになんかこうこれとかっていうのはあんまないんだけど、本当にここ最近なんだけど、あの日焼けをめちゃめちゃ気にしてて、日焼け止めがないと生きていけないぐらい日焼け止めを塗ってるのと、日傘も必須なのと、あとあのビタミン C を飲んでます。リポスめっちゃまずいやつだよ、ね、リポスフィリックス。あれを飲み始めてからめっちゃ色が白くなって、もともと白いんだけど、なんかずっとさ毎日飲んでるな、どんどん白くなってって、私なんか別にたまに飲むんだけどまずすぎてなんか嫌だなっていうので、なんかどっと差が開いていって、まあ、確かに差はあったけどさ、あの色がトーンアップするっていうよりもくすみがなくなるって感じに近い。で、結構ビタミン C 本当飲んだ方がいいと思う、みんな。あれは大事。ああね、なんか美味しく感じるは嘘かもしれないけど、あの全然気にならなくなってくる、毎日飲んでる。味なんて全然まずくない。飲み方が上手なの。ベースメイクが本当に最近気に入ってるトーンアップ、マナーのトーンアップ。これはめっちゃこれを使ってからなんかトーンが上がるようになったから。私使ってるファンデーションこちらですね、レブロンの。え、知りたくないよ別に誰も。いいよこれも。これよくあるやつですね。乾燥肌用の方。そう、乾燥肌用の方。レブロンのカラーステイロングウェアメイクアップ D。 でもベースメイクさ、あの私もマスク最近つけなくなってツヤ肌に戻したね。でもなんか昔のツヤっぽい方がやっぱ飛ばしてくれるじゃん、うん、なんか変になんか毛穴みたいになってたのがすごい嫌で。確かに、マット嫌い。まあ年齢もあるんですけど、それはそりゃそうですけど、はい、マイブームを教えてください。マイブームとか最近の趣味とか。私最近ハマってる YouTube が午前0時のプリンセスっていう人を一生見てる。私なんかハマったら多分そこにハマっちゃいすぎてそれしか見てないんだ。その一個前は、もうそっち派なの。その一個前はあのレインボーコントチャンネルだっけ、なんかレインボーっていう芸人さんがやってるコントチャンネルがあるわけ。それ最近100万人突破してたんだけど、がめっちゃ面白すぎて、そのコント毎日出してる、コントを毎日出してる。それだから何で興味ないんだろうか興味ないと思うけど、それを見てて、で今はそのゼロプリっていう人たちにハマってて、めっちゃ毎日。以上です、ありがとうございました。はい、私は BL です。次、私は語る時間ないから。違う BL の中でも最近めっちゃハマってるのが美しい彼氏。ああ、よかった。何ね、美しい彼氏。その前にさ、私わざわざ見て全話見てポップアップショップがあるからって言って全話見て行ったのよ、ね、4月の東京はっていう BL の、なんかその次の瞬間くらいになんか、いやなんかめっちゃいいんだよねみたいな、全然違うやつになって、買ってたじゃんグッズみたいな、なんかそれポンってなんかどっかに。ええ、大事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 。あれ BL って次から次へと新しいのが出てきて、 BL だけじゃないよ。だからつい昨日一昨日ぐらいに始まった新しいドラマがあるんだけど、今それにハマりそうなんだけど、でも美しい彼のが最近一番沼りすぎてて、原作の小説も買って読んじゃって、映画もねドラマも全部見て、2週目も見てたもん。3週ぐらい。なんかそこ聞いたことあるんだよな。すごい沼ってますね。すごい説明をされるんだよね。なんか不意な時とかも、今の場面さ、なんかこの前回の出た動画
前回あの休日 Vlog でお出ししたんだけど、うん、その動画の時も普通にこうやって飲み物飲んだだけなのになんか、はっ気負いだとか言って知らんな気負いのなんだっけ、なんだっけ、気負いが何神社やね意味わかんないしと思って、ほんとわかる人にはわかる、多分ほとんどの人がわかんないんですけど、はい、前回の動画の最後になんかエモいシーンみたいなの撮ったのね、私が撮って編集したんだけど、それはちょっと美しい彼をイメージしちゃってる部分があって、ちょっとその時ハマっちゃってたから、それちょっと気になる方はねチェックしてみてください。お仕事は何されてるんですかとか、あの本業は何ですかとかっていうご質問もいただいてて、私たちはね、あの本業が YouTube っていうわけではなくてですね、なので更新頻度がすごいこうね波があって、本業は美容系の会社を経営しております。2人でセクシャリティはっていうのと、はい、あと恋愛対象は性別は何ですかみたいな、はいはいはい、そういう感じのご質問もねいくつか来てたんですよ、はい、ですね、恋愛対象は私は以前は男性の方としかお付き合いしたことがなくて、みちが初めての女性で、セクシャリティとかそういう難しいことはちょっとよく分かんないですけど、まあそういう感じですね。言葉をつけるとしたら、ノーマル。何？なんかいろいろあるよね、セクシャリティってね。うん、なんかもうね、難しい。そう、めちゃくちゃいっぱいあるから、それあどういうかって当てはまるのにつけてた方がでもこういうみんなに伝えるときに分かりやすいだろうなっては思うけど。適当に誰かじゃ考えてください。これかなっていうやつを。教えてください。ダメだから自分で決めるもんだから多分ね、私バイセクシャルとして思ってる自分のことは、男性も女性もどっちでもいい、うん、誰でもいい感じ。身長何センチですか？172センチ。154センチ。3センチです。身長差が18センチ。この身長差なのか親子って思われることね。この間、ついこの間もあったんだけど、うん、一番えって思ったのは浅草に昔行った時に、何も言ってないの屋台のおじさんかなんかに、全然親子に見えないよって撮影やられて、で親子じゃないですみたいな顔とかちゃんと見れば多分わかるだろうに、うん、多分ちょっと目の悪いおじさんとかが、うんうん、シルエットで考えちゃうんだろう。そうね、ちっちゃいのと大きいのがいるから。そう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 、一番私がこう見られてるのかなって思うのが、なんか友達よりもあの姉妹かなって思われてることの方が、なんか似てるって結構言われることも、うん、なんか一緒にと似てくるの。顔だってことでしょ。顔が似てるけどタイプが全く似てなすぎてさ、うん、友達だったらありえないよねって言われてる。そう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 、系統が違う。友達は全体違うじゃん。そう、だから姉妹だったら系統が違う姉妹も結構いるもんね。そう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 、そうこの別に姉妹でもよくない、うん、だけど親子の方が言われること多いね。失礼なの普通に。最近の面白いエピソードを教えてください。はい、最近あったことで2個私面白いことがあったんだけど。何？この間突然おじさんに話しかけられたの、後ろから。お姉さん虫ついてますよ。やばかったね、あれね。なんかもう怖くて。そう、怖い話しかけ方だったのね。なんかもうこれ目見開いてさ、うん、お姉さん急に近くに虫ついてますよみたいな感じで、駅のホームね、駅のホーム着きまで立った。お姉さん後ろから怖っ、耳元で虫ついてます。虫虫って思って、私虫嫌い、虫嫌いな、めっちゃ嫌いだから。 そしたら何ついてたと思いますか？できました、もうチャットとか大丈夫ですか？言いますよ、トノサマバッタですそう、トノサマバッタがここに身の肩やに大きさで言うと乗ってたの。バカでかいじゃん。こんぐらい。でも怖い、キモい。ピョンってシュンってしてるバッタじゃなくて、なんていうの、顔がちょっと台形みたいな、あのちょっとお腹赤いなみたいな、なんかそっち系のバッタが乗ってたから、しかもそれでえってなったのか、おじさんが虫ついてますよって言ったくせに、なんか結構もうさっといなくなったっていうか、取ってくれるわけではなく脅かしに来ただけみたいな感じでいなくなってさ、で遠くに行っちゃってて、まあ、親切であるよ。確かに親切じゃないでしょ、知らない方が幸せなことってあるから。まあでも私虫が食べるから先生絶対別に行ったりはしないし、自分が取るはめならも嫌だけど、こっちは全然余裕じゃん。だから取ろうとしたのよ。しかも、私的に取り方はもう、こうがいい。絶対に。うん、さっ、だけど、こっちはこういったの。こういったのね。これはもう取りに、虫取り少年だから。これはもう虫取り少年なの。だって違う。こうシャッて、やって、こう、ここに服にこうやってついてるから。ね、やめて、これ
だからさ、なんかこうやってやったらさ、なんか腕でも取れて残っても嫌だなって思って、そんな取ろうとしたんだけど、そんなしがみつかないでしょ。そしたら、あのパタパタって、そう、なんか耳元でパタパタパタみたいな、は波音みたいなとかして、あともう一個ちょっと、あの、はい、その次の日に朝、普通に朝仕事行こうと思って、最寄りの駅を歩いてバーッと歩いてた時に、隣に小学生くらいの自転車の子がバーッと通ったの。その時なんかチャリンっていう音がしたの。ちょうどチャリンって音がして、パッと見て鍵が落ちてたの。だからその女の子に、女の子全然振り向かないで、なんかすごい、え、結構さ、音聞こえないのかなって思って、あ、じゃ別にそんな子がじゃなくて、自転車乗ってると結構風の音とかで、だからえって思って、え、鍵落としましたよって、鍵落としたよってすごい呼びたみたいな、結構大きかったよ。鍵落としたよって言ったら、普通に女の子全く振り返らないで、なんかえと思って、ちょっと追いかけようかなって思ったら、ポッチがよいしょって鍵しわって拾って、こうポケット入れてて、よくよく見たら普通にポッチの鍵だよ。え、何してんって思って。だから普通になんかポは自分で鍵を落としただけだから、イヤホンを取り出した時に鍵を落としたんだよ。そう、落としただけだったから、普通に拾ってこうやって見たら、ミチが女の子に叫んでたから隣で。何してんのと思って。びっくりした。だからポッチそれ気づかなかったの、最初。うん、で、ミが一人で、ちょっとって言って、その後、見て、え、なんで言ってよみたいなのが一人で。初、初って言って、パニックになった。めっちゃ恐ろしいね。何これってなってた。朝で急いでるし、何を言ってんのこの人と思って、普通にびっくりした。これ最近やったとしたら、2台、面白かったエピソードですね。ミ、虫嫌いなのに結構虫に好かれるんだよ。そうなんだよね。いい加減にしてるの。昨日もミがあの玄関入ったら、明らかにミと一緒にガが入ってる。なんでいつもここにいるの。もうミが入ってからミから出てきたガが。え、だからえ、ミが今入れてったよって。ね、後ろからすごい。で、今一緒に入ってて、虫一緒に入ってて、パッと寝たらさ、ちっちゃかったけどさ、ガみたいなやつで、うん、最悪って思って、虫に好かれるタイプで、一緒に荷物置いてすぐ出るみたいな感じ、うん、で一緒に出ようとしたら、その人もなんかわーってなって、その人わーってなって焦り出して、なんかハッハッとやってやって一緒に出たの、バッて。だからただ一緒に帰ってきて、そう、あの荷物みんなで置いてみんなで帰ったってだけだった。そうです。はい、次。整形はしていますか、してるならどこですか。お互いにしてる箇所をさ、よ、せーの、せーの、ないです。何言います。整形は、別に整形が全然悪いこととかじゃないんですけど、うん、整形、え、だからしたいよ、むしろ。え、したいところは別にいっぱいあるよ。あるあるある、全然ある、うん、だけどしてない、勇気出てないんだよ。分かる分かる分かる。微妙に、え、だからした方が絶対楽だし、うん、しなよって自分でも思うし、でも勇気出ないんだ。そう、勇気は出ない。だからしてる人すごいなと思う、勇気。分かる分かる分かる。ね、あと一歩なんだよね、あと一歩でできますみたいな。多分しないと思う。多分しない。だからその一歩出るのにあと何十年かかる。でも何十年かかったらもういいやだ。人生そんな長くないですから、ね。整形って絶対早い方が得じゃん。人生のさ、うちのさ、整形し終わった人生が長いか、する前の人生が長いかだったら、うん、早めにしてさ。コスパをね、人生のコスパとして考えると。そうそう。家族にカミングアウトはしていますか。はい。して。せーの。しています。過去の動画とかで結構家族がね、ちょくちょく登場すると思うんですけど、そう、カミングアウトしてるからもあんな感じ。でもこれも改めてなんかさ、カミングアウトのことも結構ご質問来てたじゃん。なんかどういう風にしたのとかさ、カミングアウトについてもまたもちょっとさ、話してないかもしれない。お話ししようかなって思ってるんで、それもちょっと、やっていきます。家事の分担は？料理は得意ですか？料理は好きです。私は料理は好きじゃないけど、できる。できるかな。キッチンになるべく長居したくないタイプ。私痛い。キッチンと共に過ごしたいと。みちは料理が好きだから、どんだけ疲れてても料理しようって思う。うん、思うかも。なんかレシピとか見ながら楽しそうに帰ったりとかする。うん。私はもう疲れてたら、ごめんしよう。ああ、もうスーパーにしようって思っちゃうタイプ。うん。だけど私の料理作るのがさ、パパってタイプじゃないからね。え、お腹空いてるから嫌なんだけどって言われる時がある。なんかそんな待てないんだけど。料理が好きだから、なんか凝った料理を、だってカレーとかだって、なんかあのスパイスから作ろうとするから、まあごめんね、普通のカレーを作ってもらってもいいって言いたくなって。そりゃそうよ、そりゃそう。そう、そういう、うざいよね、こだわり強いっすよね。え、そうっすよね。言ったよね。強い人は強いっすよね。強いっすよねって突然体育会系ね、笑わせない。なんで、別にいいじゃん。笑っちゃいけないやつ。そうだ、笑っちゃいけない。笑っちゃいけないやつだ。はい。
家事の分担は特にないですけど、はい、あ家事の分担は私最近積極的に頑張るようです。最近結構みちがやってくれる。なんかポが洗濯物をうちドラム式なんだけど、ドラム式のタオルとかさ全部数なんだけど、それを畳んだことが一度もないっていうふうに言われて、最近でよく言われるんだけど、回したら畳んだことあるみたいな感じで、そう聞かれて、洗濯物干して取り込んだことないみたいな、干すのはまあ大事するんだけど、なんかよく言われるから、最近は気づいたらなるべくすぐタオルで畳んで、うちはねワッコがいまして、はいはい、ダリちゃんっていうそういう怪獣がいるんですけど、はい、走り出すんですね、パンツとか持って、うん、靴下とか持って走り出しても、うん、大変なことになっちゃうから、うん、なんか置く場所がなくて、とりあえず洗濯機の中に入れたままドア開けてみたいな感じの状態、うん、そうになって置いてある時とかが、そうなんだよ、すぐにしまえない時とか置いておく場所がね、そうどこってなっちゃうから、それですね。じゃあ私がやってなかったのはそれです。はい、1ヶ月にどれくらいお休みがあるのか気になります。私たちは週1あるかなぐらいです。うん、ほんとに1日休みっていうのは、そう自分たちでさ週休みとかって決めれるわけよ、うんうん、そうだから決めないとむしろ永遠に仕事ができちゃうし、休みの日っていうのを決めてなかったんだよね、わりかし前まではね月1回ぐらいしか休みの日を取ってなかったんだよ。でそれ気づいて、やばくない、休みは取ろうって言って、ね、最近は週1ぐらいはある。そうそう、体調壊したことがあったんだよ。だからなんか休息ってやっぱ大事だなっていうのをちょっと改めて、もう若くないですからね、そこまでは、はい、まだまだ若いですけど、そこまでは若くないですから、はいはい、ラストですね、はい、喧嘩しますか、仲直りの方法や喧嘩で気をつけていることなどありますか。喧嘩はめっちゃします、ずっと多分言ってると思うんですけど、はい、喧嘩はもうなんかもう日々、うん、めっちゃするし、日常として通常のことですね、うん、なんか仲直りの方法とかっていうのをなんか考えるまでもないっていうか、自然に翌日とか、もう翌日にもなんなくても、そうよ、次の瞬間とかで、次の瞬間とかに普通にもう機嫌が治るよくわかんないよ、めっちゃめっちゃ切れてた。なんか私がなんかさ、ちょっとさ、なんか言われたことが嫌だったからさ、え、なんなのそれみたいな感じで言ったらさ、なんかうるせえみたいな感じで、そっちでさ、なんかもうなんかめっちゃさ、なんかうるせえはないよ、うるせえはないけど、なんかはみたいな、知らないみたいな感じで、なんかもうぶっちぎれてたの、うん、謝ってとかで言って、無理みたいなさ、なんかバーってやってた。普通なんか10分ぐらい、ねえねえこれってさみたいな、そう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 、あれさっきの夢なんかちゃんとした喧嘩、ちゃんとした本当に悪いことはなんか謝ってっていう、ちゃんとした仲直りあるけど、なんかそうじゃないこともいっぱいあるけど、なんかストレスの発散みたいなぐらいでいいんじゃないかなって、お互いに思ったことをパッっていうスタイルを取っております、うん、はい。まあこんな感じでね、まんべんなく答えてみたんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。で次回は結構ラブラブ系のご質問がそっちの方からたくさん来てたので、そっちにお答えしていくので、はい、楽しみにしていてください、はい、ありがとうございました、はい、この感じで今日の動画が良かったなって思った方、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもぜひお願いします。そして私たちは SNS もやってますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。高かったよ声。前々回のやつでバイバイって言ってた時に、いつも高いよって言ったら、思った、今こう言う直前に悩んで高い声を出しちゃったんだけど、だから普段なんて言ってるかは正直わかんない。でも高い方、高かった、高い方なの、いつも。あ、そうなの。いつもなんか普通の喋ってる通り、でも私だけなのかな、わかんないけど、いつもこの声で喋ってるのに最後バイバイだけバイバイって謎にね、なんでなんだろうね。しかもね、ここにこういるとき、特にじゃないですか。バイバイに一番気合いを入れる。そうかもそうかも。バイバイチャンネル。なんか、バイバイチャンネル。なんか、Vlog とかだと、ちょっと疲れとかも出て、疲れてて顔バラバラする。夜とかにね、一日の Vlog とかってなるよ、うん。確かに確かに。これはもうこの、ここで、バンってこの、ソファーでやってる。見覚えあります、はい、これ。いや、あ、確かにこのソファー見覚えありますね。めっちゃ懐かしくないですかっていうところ。バイバイ。